沖縄に着きました。すごく雨降ってる。ロハシャツめっちゃ着たい。ほら、イチローさんも愛用してる。ほら、え、任天堂だって欲しいんだけど。イチローさんどんだけ愛用してる。これはアロハシャツなのかどうか。全然アロハじゃない。菅田将暉似合いそう。ジャングルミッキー、イチお兄さんの水着がお気に入り。泊まったホテル。今日すごい晴れてる。初めて晴れてる。今から海に行く。今どこにいるんですか？これは。沖縄。海よりも綺麗な。MV の撮影みたいになっちゃってるよ。恥ずかしいの？私に身を預けなさい。見て、めっちゃサンゴある。今どこにいるんですか？なるほど。とても綺麗ですね。見て、上手ある。今どこに来てるんですか？なるほど。ユニバーサルジャパンと。ユニバーサルジャパンじゃないか、ユニバーサルスタジオジャパン。見て、すごい。信じられない。見えないけど。ディズニーランド、ディズニーシー、ユニバーサルスタジオジャパン、アメリカビーチって感じ。見てみて。めちゃめちゃいいんだけど。すごい iPhone 8の写真を撮りに行ってた。ね。みんな iPhone。説明もなくおしゃれ。ミニオンいた。アメリカンビレッジは年中クリスマスです。見て、うさぎ見してる。かわいいね。
すごいじゃん。小学生の時とか、可愛いお土産で東さんとかからもらってたから。誰だよ、東さん。東さんとかにもらってた、私これ小さい頃から。オーシャンビューは見せません。私が支配します。無加工でも可愛い私、肌加工とかしなくても可愛い私。本当にあれだけ可愛いと私の気でさせる、そう引き立てる力があるわ。いただきます。夢みたい。お味噌汁みたいです。どこにあるんだろう。トイレどこにあるんだよ。怖いな。教えろよ。沖縄にしたらあまり綺麗ではない海らしいんだけど、あ、ガリガリがいる。手持ちだよ。だからこう。ああ、ずるいけど。歌おう、歌おう、歌おう。これは私の海です。私が所有している海です。あそこから中にくぐっていくことができます。気をつけてくださいね、足元。はい。明日トレーラーでこの床を平らにするんですけど、まあ、できるんですか、これ。できますよ。すごいですね。今日はちょっとガタガタしてますね。気をつけてください。すごい、このタンクルナイサー自然のパワーだ。あ、あそこ行くの。やだ、怖い。やばい。急に来たのサイトどうしよう。マジで？うわ、怖い。迫力やべえわ、これ。これはやべえ。あ、やべえ、マジ深い。これはやべえ。これはやべえわ。これはやべえ。ピーカーピーカー。イヤリングをなくして泣いてる女。泣いとるだよ。泣いとる。いや、コラボしてるから泣いとる。沖縄旅行すごく楽しくて順調だったんですけど。
棚の上にお財布を置いておいたんですよ。あるホテルに泊まって事件が起きました。寝る前に必ず置いておいたんです。必ず絶対、寝て次の日起きたらなかったんです。